りましょう。腕が鳴るよ。そう、もう少し右だ。そのまままっすぐ。まっすぐだね。もっと左なのだ。そのままでは危険なのだ。どっちが正しいの？神経を集中しろ。お前が信じるままに剣を振り下ろせばいい。わかった。行くよ。バルキリードライブの訓練になるのかな。っていうかこれ、満腹丸ちゃんとスイカを並べる必要あるのだ。ごめんね満腹丸ちゃん、もう少し付き合ってほしいな。付き合いたくなくてももう身動きできないのだ。とほほ。ももちゃん、他にもこういう訓練の仕方があったら教えてくれないかな。小手先の技術を磨いたところで大伊徳先生には勝てないと思うかな。分かってる。でも何かしていないと落ち着かなくて。そうだろうな。よし、訓練を続けよう。次は目隠しと耳栓だ。うん、少しでも大徳先生との差を縮めなくちゃ。悪い知らせです。凛花さんが金剛先生に続いて剛山瀬先生まで倒したそうです。それは本当なの？ええ、本当です。それっていつ？お姉ちゃん、ついこの間金剛先生を倒したばっかりだよね。昨日です。ももさんがパートナーを務めたそうですよ。クスリューが。それでどうしてあんたがそのことを知ってるわけ？理事長先生から聞いたんです。理事長から？どうして理事長は筆頭でもないあなただけにそのことを話すの？さあ、それを私に聞かれても。まあいいわ。でもまさかモモがそこまで積極的に凛花に協力するなんてね。あの子もどちらかといえば島を出ることをためらっていたじゃない。それなのにどうして？クズの考えることなんて私には理解できませんね。大方凛花さんに騙されてうまく丸め込まれてしまったんじゃないんですか。自分が利用されているだけだとも知らずに。おい稲川、この前言ったことを忘れたの？お姉ちゃんの悪口は許さない。お姉ちゃんは人を騙したりしない。稲川とは違うんだ。あら、私がいつ誰を騙したと言うんです？そうやって善人面して他人の悪口をさらっと言うところだよ。
笑顔の仮面をかぶって周りの人間全員を騙してるみたいなものじゃない。別に悪口を言っているつもりはないんですけどね。私はただ思ったことを素直に口にしているだけですふっ騒がしいわね。こんにちは、理事長先生。え？なぜ理事長が？私がお呼びしました。ゴーザンゼ先生まで倒された以上、島の今後について話し合う必要があると思いまして。筆頭である小春を差し置いてどうしてあんたが仕切ろうとしてるのよ。何様のつもり？落ち着いて、バイオラさん。マナさんに言われなくても私の方からこういう場を設けるつもりだったの。だからって。それよりも月影さんの姿が見えないようだけど。遅くなりました、小春。遅刻ですよ、月影さん。島の今後について話し合うので速やかに集まるように言ったじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと体調が悪くて。あら、それは困りましたね。島の存亡がかかったこの大切な時期に筆頭ともあろう人がそんなことで大丈夫ですか？言っていただければそのお役目いつでも私が代わって差し上げますよ。日永は、いい加減にしなさいよ。何ですか、バイオラさん。私は好意で言っているんですよ。月影さんは筆頭としての役目に少々お疲れのご様子ですし、ここは一時的にでも私に筆頭の地位を譲り、月影さんにはしばしお休みをしていただくというのはいかがでしょう。ペラ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 調子に乗るんじゃないわよ。さっきから聞いていれば、何なのその偉そうな態度は。イラつくのよ。大体あんたは。バイオレさん、いいんです。小春、でもマナさんの言うことにも一理あります。そもそも私が筆頭としてみんなをしっかりと導けなかったために今回のような事態になったとも言えます。その席を取り、筆頭の座をマナさんに譲った方がいいのかもしれません。無論マナさんが望むのならですが。ええ、もちろん私から言い出したことですから、あなたがそのつもりなら喜んで代わって差し上げます、月影さん。どう思いますか、理事長。あなたはそれでいいの、月影さん。依存はありません。もう一度自分自身を見つめ直したいんです。それはグンダリ先生に私たちの歯が届かなかったから、私と組んで負けたからなの。違います。きっかけの一つではありましたけれど、それが理由ではないの。バイオラさん、お願い、分かって。分からないわ、分かりたくない。小春、あなたは私の。ギャンギャンうるさいですね。話はもう決まったんですよ。黙りなさい。仕方ありませんね、月影さん。筆頭として命令します。
そのうるさい女をこの場から叩き出しなさい。わかりました。ヴァイオラさん、お願い。でなければ私はあなたを。おい月影、月影、お前。お願い、ヴァイオラさん、わかってください。そんな、コハル、私は どうしてなの。私はコハルのパートナーよ。なのにどうしてコハルは私を、どうして。危ないな、ちゃんと前を見て。ヴァイオラ、モモ、怪我をしているのか。だがお前ほどの使い手を誰が。まさか月影か。どういうことだ。なぜお前が月影と争う。うるさいわね、放っておいてちょうだい。あなたには関係ないわ。そういうわけにもいかないだろう。とりあえず応急処置をしよう。来い。ちょっと手当てなんて必要ないわ。こんなのかすり傷よ。 VR ウイルスに全身を侵される前に破傷風で死にたいのか。そんなこと。手当ては早い方がいい。せっかくの綺麗な肌に傷を残したくないだろう。こんなものだろう。後でちゃんと医者に見せるんだぞ。お礼なんて言わないわよ。あなたが勝手にやったことなんだから。それでいい。私は医者ではないからな。なんで私なんかの世話を焼くのよ。あなたはリンカの仲間でしょ。私はあなたたちの敵なのよ。なのにどうして。敵？私はそうは思っていない。私たちは仲間だ。仲間？驚いたわね。まさかあなたの口からそんな言葉が飛び出すなんて。変か？変よ、絶対変。だが事実だ。私はリンカと同じように、お前もランカも稲川も仲間だと思っている。心を重ね、刃を交わして、お互いを高め合う。私たちヴァルキリー以上に仲間という言葉にふさわしい関係などないと思うがな。心を重ねて、お互いを高め合う。仲間が怪我をすれば手当てするのは当然だ。月影との間に何があった？見つけましたよ、ヴァイオラさん。しつこいわね。言ってるそばからお出ましか。どうしてクズリュウがヴァイオラと一緒にいるの？答える必要はないな。お前たちこそ何の用だ。
バイオラさんをこちらに渡しなさい。粛清せねばなりません。粛清？バイオラさんは新たに筆頭となったマナさんに反抗的な行動を取りました。秩序を乱す者には厳罰が与えられなければなりません。何があったかは知らないが、稲川が新しい筆頭とは驚きだな。そんな器ではなかろう。何ですって？お願い、モモ、私に力を貸して。こんな時だからこそ小春が筆頭であるべきよ。小春、お願い、自分を見失わないで。あなたはそんなに弱い人ではなかったはずよ。私の剣はグンダリ先生に届きませんでした。私には自分の運命を自由に選ぶほどの力もないと気づいたんです。そうやって諦めて五体目の神に取り込まれて、あなたは納得がいくの？筆頭の役目も自分の理想も私のパートナーとしての立場も全て放り出すつもり？バイオラさん、モモ、力を貸してちょうだい。私を仲間だと思ってくれるなら。いいだろう、礼はいらん。どうしても分かってもらえないんですか？月影、本当にやるの？そうしなければ、私の気持ちが伝わらないのであれば。分かった、私はもう何も言わない。バイオラさん、モモさん、覚悟はいいですか？目を覚まさせてあげる。ランカさん、覚悟はよろしいですか？ああ、いつでも行けるよ。やべえ、すぐ切るで、これでおしまい。すぐで、これでおしまい。せだれ、
切る。クライムぽよ。技を確認しておきましょう。休憩終わりね。やっせー、振られた。この光を。決めるわ。ダメ。
成長を着実に感じます。最後の一撃をクズリュウが限界以上の力を振り絞ってあんたをかばったんだ。
怪我を気遣ったんだろうけど、バカだクズリュウは。モモ、あなた本当に思ったよりも静止が効かないものだな。クズリュウ、喋っちゃダメ。すぐに救護班が来るから。お前は私がバカな真似をしたと思うのか。他人のために自分が傷つくまで力を解放するなんてバカに決まってる。私はあの時のリンカと同じことをしただけだ。私をバカにすることはリンカをバカにするのと同じだぞ、ランカ。うるさい。あの時とは全然違う。私はバイオラ。何？これは一つ貸した。ええ、分かってる。もちろん借りは返すわ。なら、リンカの力になってくれないか。私はリンカの？でも、私は…リンカの仲間、だろう。え？しばらくの間、私はリンカの役に立てそうにない。私の代わりに彼女を助けてほしい。頼んだぞ。ママ！気を失っただけです。心配いりません。小春、これで分かったでしょ。いたずらに戦っても何も変わらない。いいえ、私はそうは思わないわ。マナさんが筆頭とは認められない。あなたが筆頭でないことがよ。バイオラさん、それは。それに仲間との約束を裏切るわけにもいかないし。約束？ええ、モモの代わりにリンカの力になるって約束をね。だからあなたたちの元へは戻れない。ごめんなさい、小春。そうですか、わかりました。あなたがそう決めたのなら仕方ありません。私はあなたのそういうまっすぐなところは嫌いではありませんでした。では、これで。じゃあね、コアル。バルキリードライブ。進めるよ。踏み込みが甘いのかな、それともタイミングかな。はあ、お腹空いたのだ。お弁当を買いに行ったピーちゃん、まだ戻ってこないのだ。そうだね、遅いね。何かあったのかな。モモならしばらく戻ってこないわ。あれ、バイオラちゃん、どうしたの？なんだ、お弁当じゃなかったのだ。モモちゃんが戻ってこないってどういうことなの？
き病院に連れて行ったわ。しばらく入院する必要があるでしょうね。どうしてももちゃんが入院なんて。私と組んで小春と戦ったの。彼女は私をかばって怪我をしたのよ。小春ちゃんたちと？それでももちゃんは？ももちゃんは無事なの？命に関わるような怪我じゃないそうよ。安心していいわ。そうなんだ。よかった。それじゃあ早速お見舞いに行かなきゃ。バイオラちゃん、ももちゃんの病室って。そんな暇はないわ。え？あなたたちはここで私と一緒に特訓を続けるの。だからお見舞いに行ってる暇なんかない。感謝しなさい。私がモモに代わってあなたたちを鍛えてあげるんだから。バイオラちゃんがモモちゃんの代わりに？それって。鈍い子ね。私があんたのパートナーになってあげるって言ってるの。でもバイオラちゃんは。バイオちゃんはリンちゃんと喧嘩してるのだ。満腹丸ちゃんたちの敵なのだ。敵じゃないわ。じゃあ何なのだ。私はあなたたちの仲間よ。なめこ。ブナやナラなどの枯れ木や切り株などに群生するぬめぬめしたキノコのこと？違うわよ。だから仲間よ。ナマコ。海にいる棘皮動物の一種で、酢の物にしたり干したりして食べるあれのこと？違うって言ってるでしょ。っていうかあれ食べられるの？マジで。おいしいのだ。最初に食べた人を尊敬するわ。じゃなくて、もうナメコでもナマコでも何でもいいわ。とにかく特訓の続きを。私はモモみたいに甘くないわ。覚悟しなさい。うん、よろしくお願いします。遅かったじゃねえか。待ちくたびれたぜ。リンちゃんがおかわりばっかりしたからなのだ。おかわり？お前らのんびり飯を食ってやがったのか。違います。特訓です。特訓。特訓のおかわりなのだ。特訓ね。話は聞いている。俺たち指針をぶっ倒してビクニを解放するんだってな。面白い。そういうのは嫌いじゃねえぜ。じゃあ島を解放することに賛成してくれるんですか？バカかお前。俺が面白いと言ったのはひよっこバルキリーであるお前がこの俺に勝つつもりでいることよ。勝てるとは思ってないけど、負けるつもりもありません。いいぜその表情。つまりお互いの誇りと存在意義をかけた本物の戦いってわけだ。そうです。その通りです。俺たちの決意と積み重ねてきた苦労を知っているな。ミスミス間違いだったと認められないところまで来ちまったぞ。先生。さあお前たちの本気を見せてみろ。
どれほどの決意かを示せ。俺って親愛中大意徳、くだらねえおためごかしごと全て噛み砕いてやるぜ。バイオラちゃん、頑張ろうね。調子狂うわ。よし行こう。全然物足りないよ。おりゃやっさあ、これで決めるよ。よっよっ、50個も突破、舐めないで。よっよっはっ、これは100個も突破はっ、やっせんせんせん、くらえ、ここからの本よっさあ、はいよっさあ、これで決める。
これじゃあ全然物足りないよ。抜けた。おりゃ。はっ。いけるよ。よっ。はっ。おりゃ。いくらでもかかってこーい。あま、これでさ、これは見切った。よっ、これは痛いぞ。あまくみ、これは痛い。とっておき好きだらよ。これでどう。50本も突破と、ここからだよ。逃がさないところ。そこまだまだ結構もっといくつかだ。よっ、よっ、よっ、これで行くよ。はっ、せーよ。と、100個も突破。よっ、遅い。くらえ。これでさ、おしまい。よっ、よし、行くよ。クリームラッシュ。イエイ。あま、これで決め、おしまい。よっ、これは痛いよ。とっておき。はっ、よっ、はっ、よっ、はい、はっ、よっ、はい、よっ、はっ、おりゃ。これで、これで決める。よっ、はい、おりゃ。ふっ、せーの、おりゃ、せん、とっておき、せん、おりゃ、はっ、はっ、こうくらえ。これで、そう、よっ、これで、そう、当たれ。ここからだよ。そりゃあ、これで、これは痛いよ。とっておき、吹き飛べ。え、よっ、よっ、200本も突破。せー、ここからだよ。吹き飛べ。てん、はっ、よっ、てん、よっ。進めるよ。これでどう。
くらえ。遅いよ。これで切れや。ふっはっ。えいはっ。これは痛いよ。おしまい。教えてやろう。俺たちはバルキリーだ。バルキリーの未来を決めるのはバルキリー以外の誰でもね。自分で正しいと思うな。これは痛いよ。ドリームラッシュ。近づいてみてろ。どうだ。Yeah!
先生？なんだ？なんだって、その…ねえ、ヴァイオラちゃん、私たち、勝ったんだよね。勝ったわよ。じゃあ、どうして猫の先生は立ったまま倒れないのだ？知りてえか？その方がワイルドでかっこいいからだ。それに俺は猫じゃねえ、トラだ。覚えとけ。そんな理由？ガキ相手に負けて無様に膝をつけるか。己の美学ってのは負けた時こそ貫き通せ。わかるか？これが俺からの最後の教えだ。忘れるんじゃねえぞ。え？じゃあ…ああ、この勝負、お前らの勝ちだ。
当然よ。この私が協力してあげたのだから。今日はごちそうなのだ。あんたって本当に食べ物のことばかりね。おいしい食べ物のことばかりなのだ。騒ぐんじゃねえガキども。戦い終わったがまだ話は終わっちゃいねえ。今さら俺がくどくど言う必要もないだろうがな。金剛や豪山勢からも聞かされているだろう、この島を取り巻く現状は。指針の先生たちがいなくなったら、ビクには英機関に攻め込まれる。そして私たちは英機関の管理下で改めて鍛えられ諸外国へ出荷される。兵器として。ああ、それが現実ってやつだ。お前たちを含めこれまでに封じてきた1期生から4期生までの連中もみんな同じ目に遭うことになる。お前たちはその現実をどう考えているんだ。それを聞くまでは俺も引くことはできねえ。何度でもお前たちの前に立ちはだからなきゃならん。聞かせてみろ、この俺に。そんなの決まってるわ。私たちの生きる権利を脅かす連中は全部まとめて食べちゃうのだ。何？満腹丸ちゃん、そこはせめて倒すとかやっつけるとかじゃないかな。あんたってほんとそればっかりね。そうか、全部まとめて食っちまう。面白い、実に面白い。そういう考え方俺は好きだ。先生、心配するな。少しばかり眠くなっただけよ。少しだけ眠らせてくれ。いいだろう、そいつらのことはよろしく頼む。大徳先生。最後までカッコつけちゃって。信じられません、大徳先生まで倒すなどと。これで残る指針はグンダリ先生のみですか。どうしてバイオラさんはリンカさんに協力してるんですか。役に立たないばかりか邪魔までするだなんて。モモさんとの約束を果たすためです。彼女はまっすぐな人ですから。何他人事みたいに言ってるんですか。あなたたちがあの役立たずをちゃんと始末しておかないからこうなったんでしょ。筆頭ともあろう人が私たちに責任をなすりつけようってわけ。落ち着きなさい。失礼しました、理事長先生。責任をなすりつけ合ってもどうにもならないわ。グンダリが倒されればこれまでの努力も水の泡。理事長先生、この島は私たちは大丈夫ですよね。答えてください、理事長先生。見苦しいよ、稲川。何ですって。あんた筆頭でしょ、今さらジタバタするなって言ってるの。
お姉ちゃんならやると思ってた。バイオラが協力したのは意外だったけどね。お姉ちゃんは必ずグンダリ先生にも挑む。挑んで、そしてグンダリ先生に殺される。ランカさん、あなたどっちの味方なの？ランカさんはいつだってリンカさんの味方だったでしょ。今だってそう。私はお姉ちゃんを危険な目に遭わせたくない。それだけ。あの子の方が私たちを危険な目に遭わせようとしているんですよ。島が解放されたら私たちは英機関に囚われて兵器として売られることになるんですからね。そんなことはさせないわ。この私がそれだけはさせない。絶対に。理事長。グンダリ先生、どうして。理事長先生、どこですか。理事長先生。グンダリ先生が、グンダリ先生が暴走しています。暴走などしていません。ただ闘気が抑えられない、それだけのことです。グンダリ先生、もうなりふり構ってられないってことかい。グンダリちゃん、お黙りなさい。越後屋、あの日私たちが交わした誓いを忘れたというのですか。忘れちゃいないさ。でもヘッちゃんたちは正しかったのかな。バルキリーではない誰に私たちの選択を責められるというのですか。けどリンカちゃんたちはバルキリーだ。理事長としてバルキリーがどう生きるべきか諭してきたつもりだったのですが。理事長がグンダリ先生だったの。そうさ、ビクニの一期生の筆頭にしてこの島のシステムを作り上げた人物、それが彼女だよ。私は最初の神として自らバルキリーたちを取り込みました。それ以来ずっとこの島を守るために自らが管理し自らが戦ってきたのです。これからもずっとそうするでしょう。 V ウイルスの治療法が発見されるその日まで、バルキリーたちの命の時を止め、新しい神の体内に封じ、我々を狙う外の世界の者どもを殺し続けるのです。永遠にそうすると決めたのです。先生、煉獄の炎に身を焼かれながらでもバルキリーはバルキリーのために生きるべきなのです。それが私の伝えなければならないバルキリーとして一番大切なこと。外の世界に満ちている絶望はリンカさんを死ぬよりも辛い目に遭わせるでしょう。私がリンカさんを救わねば、そのために彼女を殺すことになっても。私たちの物語を楽しみましょう。